はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。2月の20日火曜日の、撮影となっています。ビゲチャンネルのビゲです。見てくださいよ、このね、タイヤも泥だらけ。今日積み地じゃないですか、下ろしたところでね、ちょっと地面が濡れてましてですね、地面がアスファルトじゃなくてね、普通の土のとこなんですよね。そこでもうドロドロになっちゃって、でアルミホイールはですね、昨日月曜日ですね、下り東名新東名がちょっとね雨降ってましてですね、こんな状況でございます。これをですね、今日はサンジェット、水溶きですね、これでね、サクッとね、綺麗にしていきたいと思います。それではね、ただやってもね面白くないんで、そうですね、このスマホちゃんで、タイムをねちょっと測っていきたいなと思います。よいしょ。どれぐらいのね時間でね一本仕上がるかっていうのをねやっていきたいと思いますね。ストップウォッチかな。じゃあスタートしますよ。一体一本ね、どれぐらいの時間かかるのかっていうのをね測ってみたいと思います。よいしょ。最初はね、普通に水洗いです。中性洗剤でね、サクッとやりますよ。今430でね、ここはね牧之原ですね。牧之原牧之原のね駐車場結構広いんで、そんな邪魔にならないかなと思ってね、今430で止まりました。そして撮影ということでねやりますよ。どれぐらいの時間でできるのかな。しっかり早くやってね、綺麗にならないと意味ないんですけどね、結構慌ててやってます。結構慌ててやってますよおっちゃんなんでね、こんなにスピーディーさんには欠けるかなと思うんですけど、それなりに、スピードアップしてやってます。ちょっと風強いな、音入ってるかな。ちょっと音がねちょっと飛んでるかもしれないですけど、そこら辺はちょっとお許しください。よし、もうちょっと強さつけるか。よしよしよし、こんな感じね。サクッとね、やるだけなんで、それぐらいね、それぐらいっていうか、そんなにね綺麗になってないかもしれないですけども、ちょっと大雑把かなそれではね、水で洗ったんで、じゃじゃーん、サンジェット P1000 です。これで水溶きやっていきます。なんかサンジェット P1000 ってねちょっとギラッとした感じしませんか。なんかね、明るい感じにね、仕上がりが明るい感じになることが、なる感じがしますよね、本当にね。こういうの嫌いやっていう人もいれば、これがいいなっていう人もね、いらっしゃると思うんですよね。よし、よっこいしょ。手軽に、時短でやるにはね、これはね、よろしく五郎 TV のね、五郎さんがね、やってたのをね、もう何年前かな、2年ほど前になるかな、もう2年は経ちますね。それでね、これすごいんじゃないかなと思ってね、私もね、このサンジェット P 線、買いました。
当時いくらやったかな、2、3000円もしないぐらいでしたね確か。で水研ぎでこんだけ綺麗になるんだったらいいよなとか思って、当時はね、驚きの連続でしたけどね、こんなあるんだなと思って。それまでのね私はですね、ブルーマジックの水研ぎはやってたんですけども、ちょっとね色味が違うんですよね、ブルーマジックでやった時との。でこっちの方がね、まあなんか明るい感じがしますね。ブルーマジックはねどっちかというと温かみのあるような色がするんですよね、仕上がりが。でこっちの方がなんかね、仕上がりがものすごく綺麗に見えたんですよね。でそれでちょっと買ってみようと思ってね、購入しましたね。やってることはねブルーマジック水研ぎとかピカールの水研ぎとそんなに変わったことやってるわけじゃないんですけどね、この仕上がり感はやっぱりちょっとねピカールとかブルーマジックとかはと比べるとより明るい感じしますね。よしこんな慌ててやることないんですけどね。あちょっとつけすぎた、つけすぎちゃって、慌ててやらなくてもいいんですけど、まあ、430でね休憩中ってことで、ちょっとねこの後ご飯も食べたいしシャワーも浴びたいんで、サクッとね一本仕上げようかなと思って動画を撮ってます。そういえば昨日、18日日曜日ね、日曜日なんですけど、私のね故郷がね、石川県なんですよ。この間地震あったんですけども、能登半島の方ねひどくやられてましたけども、毎年ね2月ぐらいに資源なんかを集めてね、能登のね牡蠣祭りってを能登のね牡蠣を仕入れましてね、生牡蠣をね一等缶に入ったやつね、一等缶に入った牡蠣を仕入れましてですね、牡蠣パをするんですよ自宅で。で今回ね、コロナの影響とかもありましてですね、まあ、3年4年ぐらいやれてなかったんですけど、久しぶりにね能登の牡蠣を仕入れてね、開催しました。はい、まあ、地震の影響で作業場むちゃくちゃになってて、なんか出荷できるかどうかっていうのは怪しかったんですけども、まあねなんとかギリギリ間に合いましてですね、はい、送っていただきまして無事ね、我が家で開催することができました。はい、で今回ね、初めてなんですけども、まあ、先ほども言いました、よろしくゴロー TV さんのゴロさんがね、今よろしくゴローっていうチャンネル名で変わりましたけどね、今 Vlog やってますけども、初めてね参加していただきましてね、キャラクター素晴らしい楽しいキャラクター生かしていただきまして、場を盛り上げていただきました。本当にね、まあ、楽しい回だったんですけどもね、また来年もぜひやりたいと思います。まあ、磨きこんなもんかな、甘いかなこれ、ちょっと流してみますか。よし、まあ、これまたね洗剤で洗い流していきたいと思います。よいしょ、どんな感じかな、綺麗だったかな。牡蠣ね今年大当たりの年で、牡蠣ってねなんか三陸とか広島とかあっちの方の方がなんか有名な感じしますけども、能登半島の牡蠣もね本当に美味しいんですよ。機会があったらぜひね、お取り寄せで、食べてみてくださいよ。おー、綺麗なんでした。早見揚げやらない方が良かったかもしれないななんかやり始めてからちょっと後悔してますね今まあたまにはこんなんもいいかなと思ってねやり始めたんですけど、やっぱもうこの水研ぎはねやっぱりもっとね水が多いところでやりたいですね。ちゃんとねホースで水が出るところでね、このスプレーじゃちょっと早磨きには適してないですね。
やり始めてから気がつきましたよ。アホなおっさんですよ、本当。でもね、まあ綺麗になってきましたよ。ジャバジャバ水かけちゃいますか。ジャバジャバね。ほら、まあいつもの感じですわ。もうピカピカ。ピカピカじゃないですか。ピカピカもう。よし。いや、牡蠣本当美味しかったですね。で、牡蠣でね、自分がちょっと牡蠣のカレーを作ったりとかね。最近 BK がね、ちょっとカレーにハマってましてですね、カレーを一生懸命作ってね、皆様に、振る舞いました。はい、よいしょ。こんなもんかな。よし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 。あ、ちょっとね、磨ききれてないところも、ナット前とかね、ちょっと弱い感じかな。うん、よし。どっこしょ。あとね、これで拭いちゃって終わりにしたいと思います。やっぱりね、このサンジェットってね、明るい感じでね、見上げますね。よし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 。まあね、水研ぎでさらにね、最後中性洗剤で洗い流したんで、まあなんか輝き的にっていうか、ツヤ感はその油分がもう取れてるんで、ピカッとした感じはないですね。ないんですけども、まあ明るい感じでね、磨くことができました。よいしょ。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。これやってない方ね、やってない方こっちです。ね、さあ、時間ね、時間はどれぐらいかかったかな今。こんな感じですね。11分30秒、だいたい1本仕上げるのに11分ぐらいですね。昔もっと早かったんですけどね。そうですね、このちゃんとしたね、水場でやれば、ホースで水が出るところでやればもっと早いですね。多分10分切るぐらいですね。まあしょうがないですよね、430でこんなこういうね、水しかないんで、まあ、なかなかね、思ったようにはできないんですけども、それでもね、11分、12分という時間で1本仕上がります。まあ、30分あれば2本できるところですかね。はい。まあ、簡単なね、手入れだったら、まあ、これで OK なんかな、っていう感じです。はい。今回の動画はですね、430を利用してですね、サンジェット P1000 で水研ぎ、一体、何分ぐらいで、1本仕上がるんでしょうっていうね、感じですございますけども、はい、そういう動画を今回はやりましたけども、まあそうですね、まあ本当にチャチャチャっとやったんで、そんなにきっちり磨けているかしたら本当に、まあ、きっちりは磨けではございませんけども、あ、まあね、このままでね、天気いい時にこんな状態でね、走ってるのもやっぱちょっと嫌なんで、まあ、サクッとね、手入れをしたっていう状態でございます。いかがでしたでしょうか。まあ、サンジェット P1000 の水研ぎ、まあ、ピカールの水研ぎ、そしてブルーマジックの水研ぎ、まあ、水研ぎの方法ってね、いろいろあるんですけども、それぞれね、色味がね、仕上がりの色味がちょっと違ったりもしますんで、はい、
まあ、自分なんかあのこの後ね、まあ時間があれば他の研磨剤あの上位のね、番手のちょっと高い研磨剤使ってねもう一度磨くんですけどもね、まあ軽く磨く手入れするときはこんなパターンでやることも結構多いですね。まあ今回はねそんな動画になりましたけど、なんか今週ねなんかあんまり天気良くないみたいなんで、まあ今週もう一本動画上げれるかどうかちょっと微妙なところなんですけども、また上げれるようでしたらね、頑張ってもう一本上げたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。以上 BK チャンネルでした。手元足元お気をつけて。